大滝真志講演録。火曜日のご担当は関西大学特任教授の深澤真紀さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今日はですね、国連女性差別撤廃委員会が日本に韓国とこれねまたはい重要なね重要なで,でも皆さんいろいろとねあのご存知ないことがとても多いのであの歴史からねお話していきたいと思うんですけれどもあのまあこの女性差別撤廃条約っていうのは 女性の人権に関する、まあ、世界の憲法のようなね、まあ、世界人権条約というのがあってそこからいろいろな、ね、人権に関する世界子ども条約とか、まあ、その中でも非常に重要な法律で1979年に国連で採択されました私はあの当時から新聞とかニュースを読む好きな子どもだったので非常にこれ興味を持って当時から見ていて大学とかではこの問題非常にこう取材をしたり、ね、してきたんですけれどもで当時ですね日本政府はあの非常に商業 積極的だったんですが様々なまな、あ、当時は婦人団体と言いましたけれども婦人団体とかが、えー、労組とかね、まあ、いろんなところが運動をして85年にはね批准をするわけです。でただ批准をするためにはですね、えー、日本には大きな問題がいくつかあった。一つはまず国籍法でですね 父親が日日本本人じゃなないと子供は日本国籍を取られなかっただからよくあの、ね、蓮舫さんが二重国籍とか言われてましたけど蓮舫さんは私と同い年ぐらいですからお母様が日本人だったので彼女は最初から日本国籍は取れなかった、うん、私の世代の、ね、前後の方はみんなそうなんですよね、うん、女性だからこれはかなり深刻な女性差別だったわけですね家父長制のもとにそういうような、うんえー、ルールがあったわけですねであと労働条件の男女平等を定めた法律もなかった、うん、さらにあの 若い方ははびっっくりすするんですけど家庭科が中学や高校は女子のみ必修だった私の時は小学校5年6年だけ男の子も一緒に卵焼きとか作ったんですけど中学とかになると男子は技術女子は家庭ということを6年間まああった中学高校がねで政府はまず84年に国籍法を改めました母親だけが日本人でも日本国籍が認められるようになった。 で85年にご存知のように男女雇用機会均等法が私がね、うん、浪人している時だったのであのあやっとこれで就職活動もいろいろできるなと思いましたけれども、うん、で家庭科も家庭科はちょっと遅れるんですよね93年が中学で94年が高校だったかなでもまあもう,もう何十年ももう30年ぐらいね家庭科は男女ともやってるので並走、うん、なんだってね思う方も多いと思うんですけど。 で国連加盟国は今193か国だと思うんですけど189か国も締もうう、ね、約している、えー、非常に重要な条約。 でちなみにアメリカはね、もともと契約していません、一方で北朝鮮は契約をしている、な、ま、ぜ、あ、かというと、アメリカはね、この条約だけではなくて、国内法が国際条約に制約を受けることを非常に嫌がってる、うん、あるいはこういうふうに今回のような韓国みたいなことを受けるのは非常に嫌がっている国なので、実はですね、多くの国際条約とか、さまざまな国際機関に、あの 国連自体はね、もちろんアメリカは非常に重要な立場であるんですけど、なぜか条約とか国際機関に入らないっていう。今のアメリカの分断もね、一つはやっぱりそういう部分も大きな原因の一つじゃないのかなと私は長く見ていて思うんですけれども、まあ、まあ、とにかくですね、まあ、そういうことで国連女性サービス撤廃条約は日本はまあそれなりに早い時点で、えっ、ー、と、提約してますから、で、履行状況を監視するために、えー、委員会があって、 で23人ぐらい専門家がいて各国を順番にやってるだけでな,なんとなく皆さんは、ね、急にこういうニュースが来るからなんか急にわからない人たちが日本に突然文句を言いに来たっていうイメージを持つ方が多いみたいなんですそうじゃない毎回毎回いろんな国を順繰りにやってこの国はこうですよああですよっていうことを言うそれが何年かに1回日本に来るよっていうだけの話なんですね。でこれまでも日本に対しては 育休制度を入れなさいとかですね。婚外子が差別。婚外子は今、今まではその、あの。 相続とかで、まあ、差別を受けてきたわけですけれども、まあ、それをやめなさいとかですね、はい、まあ女性のみが、えー、100日間再婚が禁止されていますとかあとはあの、まあ、日本本当にこれも異常だったんですけど男性は18歳女性は16歳で結婚できたわけですよね、うん、これもう本当におかしな法律だったんですけれども今おっしゃったのは全部それは変わりましたよね変わったんですでこれは要するにやはりこの勧告がなければ変わらなかったものなんですねで、えー、今回の韓国では この韓国の中にはねいくつかその優先順位があるんですけれども最も重要だしそもそも実現可能ですよって言われてるのがフォローアップっていう条項なんですけれどもそこには選択的夫婦別姓が入っています、うん、なぜかというと2003年2009年2016年過去3回においてももうあの民法改正をするべきじゃないですかとなぜならもう日本ど,んど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 ん日本だけに、ね、なっていってその2003年からね2000日本以外で。 夫婦が性を同じくしなくてはならないって言ってる国は今、日本そうなんですね。うん、っていうことがあった、あとはそのもう一つ、ま、これも重要であるって言われたのが、中絶に、まあ、このコーナーで私も何度か取り上げてますけど、中絶に配偶者の同意が必要だという、うん、これが母体保護法。これも本当にあの 日本が近代国家経済大国であることを考えると驚くべき法律であると言われているぐらいなぜならばシングルの女性は自分の意思だけで、えー、子供を中絶をけん決断できるんですけれども夫の決断が必要である、うん、法律婚をしているという、まあ、これも過不調的な、ね、発想なんですけれどもでこう削除しなさいということとあとは相変わらずです、ね、中絶の薬だったり非妊の薬だったりということに相変わらず日本はアクセスをね、うん、なぜならば本当に産婦人科 に関する学会とか上の方がみんな男の人ってこれも特殊な国なんですけど日本は、うん、まあそういう人たちとかあとはまあ保守,保守宗教保守の人たちの政治家とかがすごい勢いでそれを止めているわけなんです、ね、なんか。だから自分のね身体についてまあそこら今アメリカでも議論になってますけど女性が自分の身体について自分で決めることができるっていうねそう,、うん、そうなんですごく当たり前のことをちゃんと保障しなさいという、はいまあだからアメリカがなんであんなに中絶を禁止できるかっという、まあの女性差別撤廃条約に入ってないからなんですね。 でも最近こういう国連がとか、うん、まあ世界的な組織がこういうことを日本に勧告しています言ってきていますっていうことに対して、うん、外から言われたくねえんだよっていう声っていうのが必ず出てくるし、はい、それに対してある意味こう政治もそこに同調するっていうんですかねそう,す、はい、そういう感覚すごく強まってますよね。 さっきも言ったように、もちろん他の国にも韓国はそもそもされています。<ー>で,あので、差別撤廃条約って、これ、女性差別だけじゃなくて、さまざまな条約って、国際条約っていっぱいあるんですけれども、国によってはです、ね、この女子差別撤廃条約にあたって、例えばイスラム教とかの場合だと、法律とぶつかってしまう条項があるんですね。うん、で、そういうところはですね、実はあんまり良くないんですけど、留保ということができるんです。うちの国ははこれは守れ守ません とかあと王室がある国とかでもうちの国はこれは守れませんっていう留保してる国がで実は女性差別撤廃条約はありとあらゆる条約の中で留保する国が一番多い、まあ、それぐらい女性差別に対してやっぱり温度差がある難しい条約でもあるんですねただですよ日本は85年に定約するときに一切留保をつけてないのこれ全部やります。 なぜならば、あの流れ的にも、日本は確かにこれから先進国の中でね、まあ本当にそのサミットとかに入ってどんどん先進国になっていくんだという中で、ありとあらゆる女性差別を撤廃していくしかないんだということは、その、 建前でも一応ね、その星野政治家たちもこれ、飲むしかないっていう空気だったので、留保をつけることは知ってるわけです、もちろんできることは。でもしてない、うんうん、だから、これに関して言うと、留保をつけないですべての条約を私たちは守ると言ったので、うん、守ってないですねっていうことで言われてるだけなので、<ー>全然内政干渉じゃないんです。うんうん、で 確かにね、韓国自体には法的拘束力はないんです。うん、なんだけど、これもね、あの国連の勧告って日本では本当国会議員の人もちゃんと読んでいないし、うん、でなんなったら日本国憲法にはですね、きちんとですね、提約した条、ね、国際条約は国が誠実に遵守するって憲法に書いてあるんです。うん 私それをね何人かのこ、ね、国会議員に毎回こんな話するためにすると「へえ」って言われるんですよ「へえ」じゃねえっていうかだからあのこれは全く急に来て文句を言いに来たそのリベラルな左派の国連の人が来たわけじゃなくて日本がそもそもこれ守りますよって言ったものについて。うんうんうん 守ってないから、あなた留保なしでね、全部全部両方なしでこれとこれはまだできてないですやってくださいよと、そうなんです、そうなんです。だから守りますって手挙げてまだ手挙げたままだから挙げましたよねっていうふうに言ってるだけということです。そうなんです。でそれについて文句言われたらなぜ解消なんだっていうと、いや守るって言ってるし、手挙げたじゃんしかもその両手とも挙げてるわけですよ。全部は飲めないとは言ってないわけですよね。 なのでそこがすごく誤解があることは、ね、ぜひ知っていただきたいんですけど、うん、また、あ、本当に今回は、ね、沖縄の女性や少女へのアメリカ兵の そのの性暴力の問題ああこれもあの市民団体とかこれを入れろという運動をしたりとか、まあ、あの王室の問題もね男系男子に限る皇室転半をおっていうのもこれもヨーロッパなんかはあの今調子相続にやっぱりただ国によっては留保をつけて、うん、やっぱり長子,子じゃなくて男子がいいっていうままに条約にしてる国もあるはある。 男系男子にそんなにこだわってない時代その後小泉政権もそうだったので八十、うん、<だ>年代の時点では。両方、はい、はつけてなかったんですね。ねなかったということなんですね。うん、でもちろん今から両方つけることはありえない一回条約をね。うん、あの批准して締約しているので。うん、ですから日本って本当にその国際条約とは何かとか。締結するとは何かとか批准するとは何かとか。韓国とは何かみたいなことに対しての知識が国会議員すら足りない国で,、うん、でこの前提を共有しないで、SN、S. N. S.。 なんかで語られているので、誤解があるんですが、ということはぜひ知っていただきたいなと思います。はい、え、今日は国連女性差別撤廃委員会が日本に韓国というテーマでお話をいただきました。大竹紳士交流録、笠浜さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。明日のご担当は北太郎さんです。